どうもありがとうございます。いやまあ、あの本当こんなね、あの花粉とかいろいろ飛び散ってるクソうざい時期にね、こうやっていろいろ集まっていただいて本当ありがとうございます。もうね、3月14日ホワイトデーです。そんなリア充たちが喜ぶこのイベントにですね、わざわざこんなね、なんか男臭いバンドのイベントに集まっていただいて本当に、あの主催者のイベント井戸さんもね、そうです。じゃあ、てなわけでイドフェス始めようか、始めようか。
劇団四季っていうこのバンドの一応初めての曲で、まあ源ちゃんっていうここのベースの方が持ってきたあのデッドシーンって曲です。ありがとうございました。ここでちょっとメンバー紹介の方をさせていただきたいと思います。まず、ちょっとあの藤沢とは全く関係ないんですけど大丈夫ですか。ドラマの、あの井田さんのつてで来ていただきましたドラマ所さんです。はい、ありがとうございます。次にですね、ベーシスト、まあ全然あの軽音とも関係はないですが、まあ藤田のあの3年生です、あの来川源さんです。で、こちらに見えますのがあの軽音のあの我らの軽音副部長のタック桜井様でございます。で、ボーカルは私が、2年生の深井と申します。よろしくお願いいたします。で最後に、あ、すいませんすいません、あ、時計ですちょっと都会こそだじゃん、もうええわ、うちはネタはダメ、はい。で、今回の、あのフェスの発起人といいますか、あのこのフェスを打ち立ててくださいましたあのギターの井戸さんでございます。はい、というわけで、この5人で劇団四季やらせていただいてるわけなんですけれども、あの残り2曲ございます。で、あのちょっとね悲しいお知らせなんですが、あの次にやる曲、あのアイアンメイデンというメタルバンドの曲なんですが、そこのドラマさんがね、あの、まあ、昔ドラムを担当していた方なんですが、その人がですね、あのファーストからサードアルバムまでだっけな、その人がちょっと今56歳ぐらいでお亡くなりになってしまって、まあ、大丈夫です。まあそれに対するレクイエムではと言ってはなんですが、その魂が空に羽ばたいていけるようなそんな曲を、まあ元からあったんですけどね、あの用意させていただきました。じゃあいきますか。
the last song. We're blind to the world within us, waiting to be born. ありがとうございました。僕は浩平と申します。岐阜から来たんですけども、今日なんかいいですか、私ごとで申し訳ないんですが、いいのかな、岐阜で僕今日このメタルのバンドでやらさせていただいたんですけども、岐阜でサンマイズガーデンっていうシューゲーザーとかポストロックのバンドやってまして、で名古屋で4月の21日に鶴舞のデートリップで名古屋の解けない名前ってシューゲーザーバンドの方とかと企画して、シューゲーザーのイベントをやるんで、シューゲーザーとかが好きな方はまた何かしら、今日の出てたバンドさんとかすごいいい雰囲気で良かったですし、なんか空気なんか荒かったですけど、ありがとうございました。よろしくお願いします。今日は
この後ですけど、あの多分15名ぐらい打ち上げ行くって話になって。